睡眠時無呼吸症候群運転絵巻。父ちゃん危ない。やっちまった。どうしてだろう。父ちゃん一瞬寝てたでしょう。何言ってんだよ息子よ。おりゃ寝ていねえよ。父ちゃん自覚症状がないのかい。もしかしたら睡眠時無呼吸症候群なんじゃないのかい。睡眠時無呼吸症候群。睡眠時無呼吸症候群で睡眠不足が長い間続くとマイクロスリープという突然数秒間の居眠りを起こすことがあるんだよ。交通事故のリスクは約 2.5 倍に上がるんだ。俺がそんな病気なわけがない。証拠はあるのかよ。あるよ。父ちゃんは毎日すごいいびきで心配してたんだ。正常な場合は鼻からスムーズに呼吸ができているけれど、老化や肥満などの理由で空気の通り道が狭くなると無呼吸になり睡眠の妨げになってしまうんだよ。父ちゃんはまだまだ若いし太ってもいねえよ。確かに無呼吸症候群って肥満が原因だと思われがちだけど、実は日本人は顎が小さいから痩せている人でもかかりやすいと言われているんだ。少し太っていても西郷隆盛は無呼吸になりにくいけれど、聖徳太子のように顎が小さい場合は油断ができないんだな。特にいくら痩せているつもりでも若い頃より10キロ体重が増えていたら要注意だよ。ぬぬぬぬぬ。実は成人の4人に1人はこの病気を持っているんだけど、自覚症状に乏しいから気をつけなきゃなんないんだよ。うえうえうえ、いろいろ図星。あなたにもこのような症状はありませんか？1、いびきがうるさいと言われた。睡眠時に呼吸が止まることがある。3、十分に寝ているはずなのに日中に眠い。4、昼間急に眠くなることがある。5、朝起きたら頭痛がする。6、集中力が保てない。7、夜中にトイレに行く回数が多い。俺らの症状がある場合は専門の病院に受診して検査を受けよう。そうだな、検査を受けよう。長く安全に運転を続けるためにも早期発見、早期治療が大切です。治療したらいびきが聞こえなくなったね。軽症の場合はマウスピースでも治療ができるんだよ。ブブブブブーン、いいぞ父ちゃん。睡眠時無呼吸症候群を治したら安全に運転できるぜ。